それでは浜さんを皆様拍手でお迎えください。ありがとうございます。では発表の方を始めさせていただきます。プレイライトを使って簡単自動テストしてみるです。では自己紹介の方をさせていただきます。浜と言います。GitHub のアカウント710です。福岡在住の地方エンジニアで、以前は受託開発の企業で金融系の SE だったりプロマネをやってました。で、今はフィンテック系の自社開発のサービスの企業での SE をやってます。 Python は約6年で、PyCon 九州実行委員会の運営メンバーということで、今日も、PyCon 九州のですね、T シャツを着てですね参加してます。もし九州から参加してるよっていう人がもしいらっしゃったらぜひお声掛けいただきたいなと思います。はい、では、本題の方を始めます。皆さんまあ、自動テスト作ったことがある方、まあ、いない方などなどいるかもしれないですけど、まあ、何を使って自動テスト作りますかというところで、まあ、メジャーなところでいくと、セレニウムだったり、まあ、サイプレスだったり、まあ、パペティアとかあるのかなって思うんですけど、まあ、Python で作るんだったら、まあ、セレニウムで作るっていうのが、まあ、普通じゃないかなって思うところなんですけど、でいやいやプレイライトがあるよっていうのが今日の話です。で今日のトークなんですけれども、まあ、まずプレイライトについての話をさせていただくというところと、セレニウムと、まあ、プレイライトの比較で、あとちょっとレポーティングの話をさせてもらって、時間があればデモもさせてもらってまとめとしたいと思ってます。はい、でまずプレイライトなんですけども、まあ、マイクロソフト社の、オープンソースです。で、まあ、基本的にこの、プレイライト自体はタイプスクリプトで作られていますが、多言語対応というのがされているので、タイプスクリプトだけではなくて Python、Java、C シャープで使えます。で、まあ、オフィシャルだとこうなるんですけど、アンオフィシャルだと Ruby にもあったと思います。で、ブラウザーとしては Chromium、Firefox、WebKit のブラウザーエンジンをサポートしてますと。まあ、特に専用のダッシュボードはなく、コードジェネレーターというのがありますっていう感じです。はい、で次に、導入なんですけども、導入するのはすごく簡単で、PyTest PlayLite っていうのをインストール、まあ、PIP でインストールをします。でその後 PlayLite インストールというので、一応その組み込みされたブラウザーっていうのがありまして、それをインストールするという手順にオフィシャルの方もなってます。まあ、準備はもうこれだけで動きます。はい、で今日はサンプルを作ってきまして、まあ、Chrome で起動して、まあ、Google のサイト表示して PyConJP2022 というのを検索して、PyConJP2022 という文字をリンククリックと、で PyConJP のサイトが表示されると。まあ、ちょっとこれ簡単なんですけど、まあ、これで今日はお話しさせていただこうかなと思っております。はい、で、では私なりにセレニウムのサンプル書きました。で、セレニウム、あ、で、まず、まあ、ここですね、ここのドライバーイコール、ウェブドライバークローム、何とかって書いてあるんですけども、まあ、ここでウェブドライバーをインストールします。まあ、僕が初めてセレニウムとか作った時は、ドライバーをわざわざ落として置いといてみたいなことをやったんですけど、まあ、今はこうやって書けばドライバーをその都度インストールしてくれるので、わざわざ都度都度落とす必要はないと。でドライバーゲットでウェブサイトを開いて、ファインドエレメントで、ここで言うとネームが Q となっているところのに、センドキーズ、PyConJP2022 というのを打って、で、BTNK という、まあ、ボタンのサブミットを押して、であとエレメント、まあ、対象のリンクを、取ってきて、まあ、最初に当たったやつを押すという処理で、最後ドライバーをクイット解放するという処理っていうのが、まあ大体セレニウムで書くとざっとこんな感じになるのかなと思いますと。
じゃあプレイライトで書くとどうなるかっていうと、まあ、プレイライトはウェブドライバーで動かしているわけではないので、そういうのはいらないですと。で最初に使うブラウザの定義をしますと。でその後にブラウザのページのオブジェクトを定義して、そのページに対して GoTo、Google のサイト、まあ、ここでは例は Google のサイト開くですけども開いて、その後 NameQ となっているところに Fill というコマンドで PyConJP2020 というテキストを書きますと。でその後、エクスペクトナビゲーションというか、まあ、ちょっと待機みたいなやつなんですけど、ページ遷移で待機した上で、検索ボタンを、プレスエンターを押すというふうに書いてます。で、まあ、あとは同じですね、まあ、今度はクエリーセレクターオールというので、ページにある対象のリンクのエレメントを取ってきて、当たったやつをクリックをして、抜けて終わりという、こんな感じの書き方になりますと。じゃあ、まあ、これぐらいの処理だとコード量もそんなに変わらないので何がいいんだろう、まあ、簡単なのかなっていうところがあると思うんですけども、まあ、いっぱいあると思うんですけど、まあ、自分が一番いいなと思ってるのはこれが一番大きいです。セレニウムよりも高速に動きます、はい。でコードジェネレーター、まあ、ここは、まあ、プレイライトが標準で持ってるからっていうところもあるんですけど、まあ、いいかなと。であと自動待機をする機能であったりと、あとは何気に僕もセレニウムで書いている時のつらみがあるので、 iFrame に関してはもし出てきたら、自動切り替えっていうところの部分、切り替えっていうよりかは切り替える必要がないっていうのが正しいかなっていう感じですと、まあ、などなどというところですと。で速度についての話なんですけども、まあ、セレニウムはウェブドライバーに対して HTTP リクエストでレスポンスというのを繰り返すので、まあ、比較的結構低速ですと、まあ、使ったことがある人も分かるんじゃないかなと思うんですけども、でそれに対してプレイライトは、ウェブソケットで、プレイライトに接続して、まあ、そのウェブソケットに対してコマンドを流していくという形を取るので、最初もつながってしまえば、かなりその後の処理というのはかなり高速に動きます。まあ、仕組みとしてはこんな感じですね。まあ、セレニウムのクライアントというところが、ウェブドライバーに対して HTTP リクエストを送る、でそれに対してプレイライトに関してはウェブソケットをつないでコマンドを、そこに対して送っていくと、まあ、これが速度の違いになっています。で次に、コードジェネレーターなんですけれども、まあ、実は僕がセレニウムで結構一生懸命書いてた数年前とかだとあれだったんですけども、今はもうセレニウムにもセレニウム ID というのが、まあ、使ったことがある方もいると思うんですけども、まあ、Python の PyTest でのエクスポートというのが可能です。なので、まあ、それを使えば、セレニウムのコードを吐き出すことは今は可能です、まあ、吐き出したコードをこういう感じと、まあ、さっき自分が書いたコードとは違うんですけども、まあ、実際これを動かせば動いたはずですと、あ違うだ、動くんですけど、ちょっとこのままだとさっきのドライバーの問題で動かないんですね。なのでちょっとだけ改造しますと、まあ、さっきのドライバーマネージャーというのを入れてインストールという処理を、組み込むと、こうすればちゃんと動きますと。で一方プレイライトは、コードジェネーターをこのコマンドで呼び出すことができます。プレイライトコードジェン、あとはこう初期表示したいブラウザーのブラウザーの URL かを書きますと。ちょっとちっちゃいんであれなんですけど、まあ、こんな画面がですね起動してきます。で、これともう一つ普通にブラウザーも起動してきまして、そこでブラウザーを、操作したら、その操作が全部ここのジェネレーターの、まあ、インスペクターかな、プレイライトインスペクターっていうのがあるんですけど、ここにコードが、書かれていきます。まあ、これをコピーボタンがあるのでコピーをして貼り付けるということをすればできますと。で実際ここでデバッグをやったりもできたりしますと。でちょっと見にくいんですけど、まあターゲットっていうのがあって、ここは今 Python ってなってるんでちょっとちっちゃくて見えないと思うんですけど、ターゲットっていうのが
Python ってなってるので Python のコードで出てくるんですけど、ここがさっき、多言語対応されているやつが選択できて、違うやつにすれば違う言語が測れます。で次にオートウェイティングっていうところなんですけど、セレニウムは結構早く動きすぎちゃってっていうのもあれなんですけど、待機処理っていうのを明示的に書いたり、してあげないといけないということで、ここで言うとウェブドライバーウェイトとかでタイムアウト何秒とかってあったりして、表示されなかったら何秒待つみたいなことをやらなきゃいけないと、もしくは暗黙的に設定をするみたいなことが必要だったりしますと。で一方プレイライトはそもそもこういった自動待機ボタンに対するアクションに対する待機っていうのは、そもそも組み込まれてあるのであまりこういうところを意識する必要はありません。で次にアイフレームなんですけど、アイフレームの中にある、エレメント要素に対してアクセスするときは、セレニウムだと、作ったことがある人は分かると思うんですけど、このスイッチトゥーっていうのでフレームを切り替えてあげたり、また元に戻る切り戻すみたいなことを実際にやらないといけなかったし、そうしないとその要素はないっていうふうに実際に作っていくと言われるんですけど、プレイライトは、そういった切り替え必要ありませんと、このフレームの中のこの要素に対してクリックっていう書き方ができるので、わざわざ切り替えたりとかっていうことをする必要はありませんなどなどという感じですね。で、でも急になんかレポーティングみたいな話になっちゃうんですけど、僕こういった自動テストをするきっかけっていうか、興味を持ったきっかけっていうのはどっちかっていうとこう自動テストをするというよりかはレポートを自動的に作りたいっていうのが受託開発企業時代にですね、部下というか仲間がですね、一生懸命 Excel に舌を張ってるという、皆さんもしかしたら知ってる人もいるか分かんないですけど、そういうことをしてる姿がいや何か違うなと思って、なので僕としてはこうレポートを作りたいんだよね簡単にっていうのがあってあるんですけど、プレイライト、セレニウムともにそういったレポート機能があるわけではないんですが、でも Python には実はフレームワークライブラリーって結構あったりしてですね、レポートって結構簡単にもう作れちゃうんですよね。それを、いっぱいあるとは思うんですけど、今日は2つほどお話ししたいと思います。でまず1つ目ロボットフレームワークっていうのがあります。でロボットフレームワークって昔過去の PyConJP で、どなたか登壇されてました。で僕も最初セレニウムに出会ってちょっとセレニウムが辛すぎて、レポートもっていうのがあるんでどうしようと思った時に出会ったのがこのロボットフレームワークっていうものですと。ロボットフレームワークファウンデーションというのが管理しているオープンソースです。でこれロボットフレームワークというぐらいなので、ウェブに特化しているわけじゃなくていろんな GUI の操作とかいろんなものをライブラリを入れることでできますと。で実は可読性が高いというところで、ちょっと Python とはちょっと違うというところが良くも悪くもというところです。で困ったときは Python で自分でメソッド作れるので、最終的にはどうにかなると。でずっとこのロボ、僕がこのロボットフレームワークを使ってた時はセレニウムのライブラリーしかなかったんですけど、今はプレイライトのライブラリーがなんとありますということなんです。でちょっといきなりなんか日本語のやつ出すんですけど、これが実はロボットフレームワークのコードです。セッティングスっていうところがインポートでして、で、実質的なインポートでして、上のブラウザー、このブラウザーっていう部分がプレイライトのライブラリーですと。で下のマイライブラリーって僕がちょっとどうしてもうまくいかなかった、このサンプルコードを作るときちょっといかんともしがれとかって自分で作ったやつをインポートしていると、さっき言った最初にどうにかするときにやる方法ですね。でテストのケースが PyConJP2000 のサイトを検索して開くと。でその下にある3つの行が実は、いわゆるメソッド、ロボットフレームワークではキーワードっていうものなんですけども、実際そのキーワードって結構がっつり書いてますと。意外にコード量はさっきまで書いてたよりも多いっていうちょっと
いいのか悪いのかって言われるとあれなんですけど、ちょっとここら辺が独自構文で、まあ、英語でまあ読みやすいっていうところがあるんですけど、まあ、それをちょっと僕は日本語のメソッドにしてるっていう感じです。でポイントは、例えば一番上の Chrome で、ドル括弧 URL を開くというこの部分が、引数でして、実は文中に引数入れられるので、なんかそれっぽいこう日本語っぽい実はメソッドにできるということで、これで僕あのロボットフレームが大好きになったんですけど、で、まあ、今日はこういう書き方の話じゃないんで、まあ、ここまでにするんですけど、実はこれって標準で実はレポート機能を持ってますと。でさっきみたいにきちんと日本語で分かりやすいように作っておけば、まあ、テストがきちんと通ればこういった緑の、まあ、グリーン、これ実はテスト失敗すると真っ赤っかな画面になって表示されるんですけど、こういうふうに表示できると。で、途中で、スクリーンショットをきちんと撮るっていうふうなものにしておけば、こういうふうにレポートの中にちゃんともう、スクリーンショットをきちんともう組み込んだ形でレポート作れると。なのでわざわざ、まあ、これで、まあ、例えばお客さんと同意を取っておけばもうテストこれでちゃんと取ってますよねってもう渡せば終わりでいけるんじゃないかなと思ってます、はい。まあ、こういう感じのレポートの方法ってあります。ただこれは、まあ、さっきプレイライトこういうふうに書けるよって言ってる部分を、まあ、結局ちょっとロボットフレームワークで書かなきゃいけないっていうところがあるの でもう一つ紹介しようかなと思いますと。でそれがアリュールレポートっていうんですね。で、アリュールは、まあ、これも多言語からの接続でのレポート出力ができるというオープンソースなんですけれども、Python に関していくは PyTest 用のライブラリーとしてアリュール PyTest っていうのが提供されていますと。で、まあ、実際に、ちょっとこれまた組み込むためにちょっとさっきの例をちょっと改造しちゃってるんでなんか比較はしづらくなってると思うんですけど、ちょっとスクリーンショットを撮るメソッドだけ別で切り出して作ってますと。このアリュールアタッチっていうのが、レポートを組み込むっていうところで、まあ、これをつどつど撮りたいタイミングで呼ぶようにしています、でタイトルをつけます。でこの、デコレーターでですね、まあ、PyCon JPEG 検索っていうデコレーターをつけて、このウィズクの中に、ステップっていうのを入れると。でステップの中にまあくくりにしたい処理っていうのをこう入れると、まあ、実際に例えば、アサート文とか入れたければこういうところに入れていくということになるのかなと思うんですけども、で実際に実行した結果がこれ、まあ、さっきと遜色なく、まあ、テストボディっていうところ、まあ、ちょっとちっちゃくてもし見えなかったら申し訳ないんですけど、このテストボディっていうところに、まあ、さっき作ったステップですね。で、一番上のテストのケースとしては PyCon JP を検索で、ステップとしてブラウザを検索、 Google で Python JP を検索、検索結果をクリックという形で、表示されると。でこれさっきスクリーンショットを撮るって組み込んだのでそこを開けばスクリーンショットもきちんと撮られていますという感じですと。まあ、ということで、まあ、などなど、まあ、他にも実は試したんですけどちょっとレポートの話ではないと思うので、まあ、これぐらいにしておこうかなと思いますと。じゃあちょっとだけ動かします。ちょっと早いんですぐ終わっちゃうかもしれないですけど、これはさっきのほぼなんだ、はい、あもう終わっちゃいましたもう終わっちゃったんですけど、これはどれだ、これかな、これか、これですね。まあ、さっき多分例で見せ、これがサンプルですよって見せてたコードと同じなんですけど、まあ、こんな感じですと。まあ、結構早く動いちゃうんで、まあ、セレニウム動かしてもいいんですけど、まあ、こんな感じと思ってください。まあ、結構早かったんじゃないかな。まあ、これがちょっと今回は入力項目1個なんで、なんかあんま速さ感じないかもしれないですけど、実際に例えば入力項目が5個も10個もあったら結構効果を感じます。セレニウムで作ってる速度とはもう全然違うぐらい爆速で入力してくれるの でしかもまあ
入力部分っていうのもさっき言った、コードジェネレーターがあるんで、とりあえずカチカチカチ入れるもんだけ入れて吐き出してってやれば結構すぐできちゃうと思います。はい、ちょっとまとめをするにはちょっと早いので、ちょっとおまけの話をさせていただこうと思います。でこの話実は裏がありまして、これ私ファイコン九州っていうカンファレンスの、運営をやっておりまして、今日パイコン JP とかって、プロポーザルって、3倍ちょっとかな、なので30いくつかのトークに対して100人ぐらいが申し込んでると、そういう感じなんですけど、地方パイコンっていうのをやっとですね、今回これが14枠なんですけど、14枠来るかどうかわからないんですよ。なかなか分かってもらえるか分かんないですけど、本当に恐怖です。数日前までトークが来るかわからないと。でちょっとこれって2022の時の話なのでですね、オミクロン株とかそういう問題もありまして、もういろんなものと戦ってた、なのでしょうがないので予備トークとして用意してたのがこのトークでございました。ただ実はその時はプレイナイトじゃなかったんですよね。プレイナイトで簡単にテストしてみるじゃなくて、パイレニウムというライブラリー、パイレニウムで簡単にテストしてみるっていうものになってました。なので、ちょっとその話をちょっとだけ外れちゃいますけどさせてくださいと。じゃあパイレニウムって何っていうとですね、これセレニウムのラッパーライブラリーなんです。なのでこれ実はセレニウムなんですけど、実はセレニウムと言いながら書き方はサイプレスみたいな構文で書くんですね。で、パイテストを前提にしてるんで、パイテストじゃないと動きません。で基本的にセレニウムなんで、最悪困ったらですね、ドライバーを呼び出すことができるんで、ドライバー.なんとかって書けばですね、セレニウムと全く同じこと書けるんでですね、いやよく分かんないなと思ったら、セレニウムに戻れるというのがいいところなんじゃないかなと思ってます。で他にもテストになんか使えそうなものも内包してたりするんですよね。なのですごくなんかこれだけでテスト始めないとかいう時にはすごくいいなと、僕はたまたま見つけてたまたま感動したっていう。で実はこれがコードなんですよね。どうでしょう、なんかさっきまでよりも圧倒的にコード数少ないように思うんですよね。実はなんかインポートすらいらなくて、その代わりパイテストで作ったやつにカッコパイっていうのを入れとかなきゃいけないっていうのがあって、そのパイっていうのを呼び出してパイ .visit なんとかって書くと、これでブラウザーでこの URL を開く、でゲットでこれこれでタイプでこれこれみたいな感じで書くと、それでタイプしますと。でゲットでサブミットって書けば、ボタンを押すと、そんな感じですね。ファインドとかはなんかそんな感じと。で実はここにブラウザーとかの呼び出しとかそういうのが一切ないんですけど、こういう感じですね。これないんですけど、実は別でこれ使える状況にするとパイレニウム JSON っていう JSON ファイルが生成されまして、そこにブラウザーは何を使うのかとかですね、ウェイトタイムいくつなのとかっていうのも、ここで設定しておけばいいだけと。だからあとはこのパイレニウムが実はヨシナにしてくれるというものになっているという感じなんですね。で比較すると、行動量で比較するとなんかちょっとセレニウムで書きたくなくなるぐらい行動量少なくていいなって思うんですよね。ただちょっとこれを使っていくのはね、悩みどころということなんですけど、これもしセレニウムで行きたいなって思う人は、これ結構コード実際に実装中身見るとですね、めちゃめちゃセレニウム書くのが参考になるんですよね。だ今回この資料作るのもセレニウムを先に書くじゃなくて、パイレニウムで書いた後に中身見て、こんな書き方をしなきゃいけないのかと思って自分が勉強して書き換えるみたいなことをやって、こっちでは簡単に動くんですけど、セレニウムだと覚えてないっていうのもあるんですけど、すごい書くのに時間かかっちゃったみたいな、なんか本末転倒みたいなことになってましたっていう感じですと。でちょっと逆になっちゃいますけど、こっちか、はい、ではまとめをさせていただきますと。でプレイライト、これはマイクロソフト製なんで、継続性とかいう部分については安心できるんじゃないかなというところ
まあ、利便性も含めておすすめできるなと思います。でこれセレニウムも本当に高速に動きます。なので1回本当に試してほしいなと思います。で、これ多言語対応されてるんで、今日、まあ、PyCon JP なんですけど、実は Python じゃなくても使えるんで、いや自分 Python 実は Python じゃないんだけどっていう人は、自分の使ってる言語のやつもあったりするんで、ぜひそれでプレイライトを使ってみてほしいなと思いますと。で、まあ、レポーティングに関してはもう Python、まあ、PyTest のであったり、まあ、別のフレームワークというのを使えば十分今使える、レポーティングツールってあるんで、全然もうこれだけあればもうテストってすぐ簡単にできるんじゃないかなと思います。ただまあいいことばっかりじゃなくて、やっぱプレイライトって結構最近できたものなんで、ちょっとコミュニティ的にはまだこれからと。でセレニウムはやっぱりもう過去からあるので、日本語ドキュメントとかすごく潤沢にあるので、そういう部分では、まだまだ情報量が少ないっていうところはあるんですけど、機能とかはどんどん実装されていくっていうところもあると思うので、そういう部分ではいいところもあるんじゃないかなと思ってます。ぜひ興味がある人はプレイライトで作ってみてください。ということで、以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。発表ありがとうございました。スライドに質問がいくつか上がっているようですので、質問させていただきたいと思います。まず1問目なんですけれども、セレニウムと比べて良いところしかないように見えるのですが、デメリット的なものはないのでしょうか、うん、とのことです。そういう意味だとですね、セレニウムで、まあ、さっきの例でいくとコードジェネレーターどっちにもあるんですけど、実際にやってみてもよかったんですけど、実は今日やった例をですね、実際にコードジェネレーターで吐くとですね、実は動かない動かないんですね。結構手直しが必要だったりします。まあ多分です、普通のウェブアプリケーションとかだったら多分逆にそんなことはなくて、きっと普通に動くと思うんですけど、ちょっと逆に Google で検索した結果のクリックみたいなものがちょっとコードっぽくて測れたコードだと動かない。多分ですね、逆にセレニウムとかだとちゃんと動いたりするので、そういう意味ではやっぱなかなかまだまだこれから発展っていう部分はありますと。まあなので、そういうこれからだっていう部分が、まあ、デメリットなんですけど、まあ、僕はそれをしのぐ高速に動いて、まあ、大体テストって大体もう、JavaScript で書くっていうのがもうなんかほとんどなんですけど、自分が好きな言語で書けるというこの2つだけでもメリット、まあ、そこがもう僕のプレイライト推しなんで、はい、と思っていただければと思います。はい、ありがとうございます。続いての質問は、今の質問に似ていますが多少ニュアンスの違う質問になります。プレイライトのつらみがあったら教えてくださいとのことです。つらみ、つらみかどうかは分かんないですけど、基本的に今ドキュメントは英語なんで、公式ドキュメントに英語なんで、セレニウムだと日本語なんで英語から読み取らなきゃいけないっていうところがあるかなというので、まあ、そこはそれは普通と言ってしまうとつらみではなくなりますが、そういうのに不慣れな人はちょっとつらみになるかもしれないですと思います。はい、ありがとうございます。3個目の質問になります。もしご存知でしたら、プレイライトはノードと Python で機能の違いがあったりするのでしょうかとのことです。そういう意味だとですね、結構タイプスクリプトがベースなので、まあ、タイプスクリプトにあって Python はそれ用のクライアントなんで、プレイライトをこういったブラウザーとか多分操作する分のコマンドは多分全部用意されてると思うんですけど、なんかタイプスクリプトでしか、使えない機能みたいなものはあったと思います。はい、ありがとうございます。続いての質問です。セレニウムグリッドのような並列実行環境はプレイライトにはありますかとのことです。プレイライトはアシンクがでちゃんとできてるんで、並列並行処理かも、できるようになってます。ありがとうございます。続いての質問です。 MS なのにエッジ対応していないのは何か理由があるのでしょうか。現在対応中とのことです。エッジ対応してたと思ったんですけどね、勘違いかなちょっと僕の勘違いだったらすいません。はい、ありがとうございます。
続いての質問です。縦に長い画面のキャプチャーは全部撮るのですか、移動して撮るのですか、とのことです。縦にバシッと撮ってたと思います。ちょっとうろ覚えですけど、はい。サイズが決められたのかな、ちょっとこれもうろ覚えですけど、キャプチャーの仕方にもよったような気がします。すいません、ちょっとうろ覚えで。はい、ありがとうございます。次が、現在のところ最後の質問になります。皆様質問がありましたら書き込みをお願いいたします。これパペッティアって呼べばいいんですかね。ああ、パペティア、はい、はい、パペッティアの Python 移植版パペッティアもありますが、そちらはどうなるでしょうか、速度や使い勝手などとのことです。いや、ちょっと逆に無知ですいません、ちょっとそれ逆に知らないかもです。勉強させていただきます。はい、ありがとうございます。そうしましたら、質問以上となりますので、質問コーナーは、以上とさせていただきます。それでは時間となりましたので、あ、それでは、質問が、以上となりますので、続きましては、はい、以上となりますね。これで浜さんの、トークを終了いたします。発表ありがとうございました。参加者の皆様は大きな拍手をお願いいたします。